衛星都市とは、ある都市圏において、大都市などの相対的に大きな中核都市と、社会的、経済的に密接な関係を持ちながら、その中核都市の一部機能を分担、補助し、なおかつ行政的には、中核都市と別個である都市のこと。中核都市を惑星に見立て、周辺に衛星のように存在することからの故障。大院義語は、母都市。衛星都市の形成には、 以下の二つの場合がある。地政や経済構造の結果として天然発生的に形成される場合、行政等の都市計画において人為的に開発される場合、前者の場合、中核都市を中心とした都市圏の発達に伴う交通機関、交通網の発達によって、後者の場合、中核都市の過密によって起こる都市問題の解消のため、新たな住居。 事業所等の土地を求め、まとまった人口や都市機能が中核都市周辺の小都市や集落等へ移転し、そこが都市化することによって形成される。サテライトシティという語は、1915年にグレアム・ロメン・テーラーが同盟の著書で用いたのが最初である。定義には議論があるが、概ね以下の要件を備えるものとされる。 以上の要件から見れば、拠点性を独自に持っている点で、衛星都市は郊外とは指す概念が異なる。成熟した中核都市が膨張したことに伴う衛星都市の形成の場合には、その中心を中核市街地の一部とみなす見方もある。計画都市としての衛星都市は、イギリスの田園都市構想及び大ロンドン計画を行使とする。ありがとうございます。